新しい元号を決める手続きが着々と進んでいます。有識者や衆参両院議長らからの意見聴取に続いて、現在は全閣僚会議が行われています。午前9時半から開かれた有識者懇談会には、作家の林真理子さんや、京大の山中教授ら9人が出席し、複数の元号案に対して意見交換が行われました。続いて、菅官房長官が衆議院議長公邸に向かい、衆参両院の正副議長から意見を聞きました。そして先ほどから全閣僚会議が始まっていて、閣僚の意見を聞いた上で、続いて開かれる臨時閣議で新しい元号を決定します。新しい元号は午前11時半ごろに菅官房長官が発表します。